少しはね、あんまり仕事としておすすめはしませんよ。結構競争が激しいのと、あとその弁護士増えちゃってて、そんなに儲からない弁護士が多くなっちゃってるんですよね。なので苦労の割になったけど、結局その弁護士になった後営業どうするのっていうところで弁護士さん困っちゃったりしてるので、それだったら営業能力あるんだったら別に弁護士以外でも稼げるじゃんみたいなことになっちゃうので、その、まあ、法律っていうのが好きですっていうのであればやってもいいと思うんですけど、金儲かるかもっていうのであれば、なんか司法試験はちょっとそこまでコスパは良くないんじゃないかなと思います。